皆さんこんにちは、ぬるぬるのアライグマです。今日開封していくのはこちら、 BBM 東京ヤクルトスワローズベースボールカード2024を開封していきたいと思います。はい、ということで、まあ、ここ最近ね、BBM さん、いろんなチームごとのね、シリーズ出てますよね。で、今日はね、このヤクルトさん、ちょっと購入してきたんで、開けていきたいと思います。まあ、狙いはね、僕、村上選手とか、引いたことないんで、ちょっと一回ぐらい引いてみたいなと思ってるんで、はい、ぜひ、見ていただければと思います。それでは早速、開封していく。このヤクルトの、シリーズ調べてると、ワンカートンで、13枚入ってるみたいですね。なんで、1箱だけ、こう2枚箱、サインの2枚箱があるみたいですね。まあちょっとそこを当てれたらラッキー。まあもしくは、ケースヒットとかのね、まあちょっとレアリティの高いサインとかが当たればいいかなと思います。はい、ということで、早速見ていきましょう。はい、村上選手いきなり出てきて、シリアル200ですね。銀紙版でしょうか。はい、普通のインサートかなと思ったらシリアル入ってました。はい、今年のドラフト1位西舘投手ですね。僕知らなかったんですけど、意外と身長が高くて189センチあって、こう投げ下ろすような感じみたいですね。はい、あと奥賀選手出てきました。この前、何日ぶりですかね、すごい300日ぶりとか、はい、に勝利挙げてましたね。はい、今野選手、北村選手、はい、伊藤選手、松本選手、はい、監督ですね。はい、高橋奎二投手ですね。はい、沢井選手、去年のドラフト2位ですかね。はい、でここでインサート出てきました。はい、オスナ選手の禁止版ですね。150シリーです。はい、北村選手、奥川選手、はい、太田選手、坂口選手、結構もう序盤でシリアル2枚出たんで、もうあとサイン待ちみたいな感じなんですかね。はい、坂本選手で、これはオスナ選手ですね。はい、竹岡選手、はい、内山選手、ロドリゲス選手、はい、宮本選手、赤羽選手2枚連続、はい、西川春樹選手ですね。はい、山崎選手、はい、マスコット、はい、出てきました。つば九郎たちですね。はい、これはチェックリストになってます。はい、清水選手、山下選手、太田選手、西田選手、はい、サンタナ選手、石川選手、長岡選手、サイスニード選手、小川選手、はい、奥川選手、はい、西村選手、はい、田口選手、青木選手ですね。はい、サンタナ選手、はい、青木選手、オスナ選手、はい、はい、クルリンパ出てきました。一瞬サインかと思いましたけど違いましたね。はい、これなんか僕リアルタイムで見てて成功してるの見たことないんですけど、
どれぐらいの確率で成功してるんですかね。しかも血液型が雲流型って書いてました。はい。ちなみにサインのチェックリスト見てたら、つば九郎とつばみも60枚ずつサイン書いてますね。ちょっとね、そのつば九郎のサインも欲しいっすね、普通に。はい。で、あとはまあ、大体結構多い選手で90枚とか書いてる選手多くて、で、村上選手が23枚、で、山田哲人選手が24枚とかですね、やっぱりちょっと有名どころの選手は枚数が少なくなってますよね。で、他にはコンボ直筆、あ、ごめんなさい、コンボ直筆サインカードとか、クロス直筆サインカード。そうですね、まあ、そういったちょっとあのレア度の高いサインとか、まあ、ちょこちょこ3枚とかあの村上選手が書いてたりとかっていうところですかね。一応あとはワンオブワンのカードもあります。で OB のサインカードが結構多くて、これ全部で何選手ぐらいいるのかな、20人ぐらい OB の人サイン書いてて、各60枚ずつ書いてるんで、おそらくワンカートンでもその OB 枠のサインがまあ 1,2 枚ぐらいは出てくるんじゃないかなっていうところですよね。はい。でさっきちょっとこうネット通販見てたら、あのついにあの BBM さんのジェネシスがあの予約開始してるあのトレカ専門店とかがありました。はい。ちょっとこれはこれで楽しみですけど、まあ、去年僕3箱4箱ぐらい開けて結局何も引けなかったんで、まあ、なかなかねいいカード引くのとかは難しかったりするんですけど、まあやっぱりちょっと予約しちゃいましたね。はい。また多分他のね専門店とかでも予約始まっていくと思うんでね。はいはい。ここでちょっとサインっぽいのが来たんでちょっと後に回しましょう。はい、山田哲人選手ですね。はい、ラストパック。はい、竹岡選手。はい、鈴木京選手インサートですね。はい、これで、はい、最後そしたらサイン見ていきましょう。主力の選手もしくは上位のサインカードもしくはルーキーの選手当てたいですね。はい、これはピッチャーっぽいですね。さて誰でしょうか。はい、サイスニード選手ですね。当たりました。はい、シリアル4、80枚書いててシリアル4ですね。はい、ということで、まあ、外国人選手のサイスニード選手が当たりました。まあ、なかなかね、やっぱりこんだけ結構買ってるんですけど、あの、縦型のサインとか、コンボサインとかまだ一回も引いたことないんで、そろそろ当てたいです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録、そしてコメントお願いします。ありがとうございました。